い、皆さんこんにちは、夏みかんです。今日はあることをドドーンと公開したいと思います。矯正についてよく動画を出させてもらってるんやけど、その中でよくコメントにあるのが、総額いくら必要やったんですかって、この矯正をするにあたってお金はどれぐらい必要なんですかっていうのと、日常的にマウスピースをするにあたって必要なもんってめっちゃあるんよ。なのでこれからマウスピースや矯正を始めようとしている人に、もう、もう総額夏美が何円かかったか言うな。マジの方で。行くで。ガチやで。行くで。いい？こういうのってもったいぶった方がいいんかな？いや、ちょ。てか、うちって今日なんかめっちゃ美人よくない？知ってる。はい！ということで、夏みかんは、歯並びに何円かかったか行きます！ 1,2,3,4,5! 110万円でーす！110万円ということは、千円札が110枚、1万円札が11枚。え？ここで一つ言うと、じゃあ全員が100万円以上かかるかって言ったら、ほんまにそうじゃなくて、夏みかんのママも妹ちゃんも、ワイヤーの矯正をしてんねん。で、妹ちゃんもママも、いくらやったか聞いたら、90万円ぐらいやってん。ワイヤーやったら、90万円ぐらい。ワイヤーではなく、夏みかんは、インビザライン、マウスピースやから、夏みは110万円かかったわけよ。でも、中には先生に聞いたら、部分的な歯並びが悪い人もおるわけよ。前歯だけがちょっと歪んでるとか、この下の歯だけがちょっとガタガタ、それ以外は綺麗。っていう人は、部分矯正っていうのがあるから、そういう人は40万円とか50万円とかでできるみたいなので、だけど、ほんま個人によるから、どんだけ悪くっても、まあ、100万円前後ぐらいなんちゃう？思ってくれてたらいいと思います。のと、あともう一つ、絶対に、夏美おすすめなんは、そのみんな矯正をするってなったら、一つ歯医者さんに決めて、そこに行ったりとかすると思うねんけど、夏美の場合は、4社ぐらい、4個の歯医者さんに話を聞きに行って、最終的にここがいいなと思ったところに行ってるから、絶対みんなも、せめて2つか3つぐらいは、歯医者さんに行って、自分に本当に合った歯医者さん選びっていうのはめちゃくちゃ大切。最初にじゃあ110万円払いました。じゃあ毎回毎回歯医者さん行くにあたってお金が必要なんかって言われたら、矯正に関しての歯医者さんに行くならばお金は0円。また別個で虫歯とかができてもうたら、歯医者さんに行ったら、それはまた別でお金かかる。矯正に関わってることは、一番最初に110万円払ってるから、ほんまにお金がもういりません。レントゲン取ろうが何しようが、マウスピースを新しく作ろうがもらおうが、ほんと0円。だけど、また別個でなんか虫歯ができたりとか、歯石取りとかそういうのはまた別でお金がいる。だからそこはちょっと半分違うね。ということで、なんでさっき夏みかんが110万円、矯正にかかって110万円かっていうのをさっき言おうかと思ったかというと、今からこういうマウスピースに、をしてるにあたって必要なこういうものっていうのは、この110万円に含まれてないねん。だから、含まれてないから、今から用意するものはまた別でお金がいるよっていう。まず、矯正をじゃあ、始めますってなった時に、いっぱいね、マウスピースをもらったりするのが、こういう箱。夏みかんこういう箱で、こうやってね、マウスピースが入ってるこの箱を、こうやってもらいます。これね。これはタダです。あ、もう110万円に含まれてる。で、それで、はい、じゃーん、これ。マウスピースをこれ入れる、ケース。ケースももらいます。これ最初もらいました。なんやけど、夏みかんこれ最初もらったやつは黒色やってん。黒色のこういうマウスピース入れるケースやってんけど、この黒色のケースが、どっかに行ってもうてん！どこに行ったんか知りません！なので、夏みかんは、アマゾンでこれ買いました。マウスピースのケース。これはどういうのかって言ったら、こう中をパカッと開けると、これね、マウスピースやん。これマウスピースをこうやって、ここに入れて、だからお外でご飯とか食べるときとかは外して、ここに入れて、
こうやって持ち運びをするためにこういうケース、結構ねアマゾンとかでねマウスピースケースって調べたら可愛いやつとかも売ってるから、こういうピンクとかね。だから夏みかんはモチベーション上げるために、まあ、ケースピンクにして可愛くなるような気持ち上げるためにこういうケースも買いました。でもなくさなければ買わなくてもいいから、まあ、いらん出費っちゃいらん出費で、二つ目はじゃーん、これアメちゃんみたいなんかと思いきや、これは何かって言ったらトレイシーターチューイっていう、これは何のこっちゃと思うかもしれない、中身見て、こっち可愛いやん、可愛いねんけど、これは全く可愛くないねん。これこれな、中何か思ったらほらこういうな、ちょっとゴム状になっとう、こういうほらゴム状になってんねんけど、じゃあこれはどうすんのって、マウスピースをパカッてはめるやん、んじゃあこうやって、あ、いった、今もめっちゃ痛かった、こうやって噛むねん、これをうかうかうー、噛み噛みってするやつ、もっと歯により一層グイーってちゃんときっちりはまるように、これを噛み噛みしなあかんねん、噛み噛み、こうやって最初これも歯医者さんでもらえんねんけど、やっぱ3つとかだけじゃ、じゃあ水洗いでいいねんけど、やっぱちょっとずつちょっとずつこの汚くなってくんのよ。だからもう夏みかんはアマゾンで買いました。なおかつめっちゃ可愛いし、これブドウの匂いがすんねん、ブドウの匂い、まあ、だからすごい痛いねんけど甘い香りがして、よし頑張るぞみたいな感じで、かっ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 て、はい、では次行くよ、次もう次もうこれ絶対大事、これマジで、じゃーん、矯正用リテーナーマウスピース、これは何かって言ったら、はい、洗浄剤、これはね、あのマウスピースを綺麗に洗う、こういう綺麗に洗う粉って言ったらいいのかな、粉で、口の中のこのマウスピースな、どんだけ歯磨いてもこのマウスピースをな、洗浄してへんかったら臭いやろ、だからな、絶対にマウスピースもしっかり洗いなさいよっていうので、こういうこれ中身どんなんか見てみる、中身はこういうな、これはあのちっちゃい子の近くには置いてあかんで、これ絶対にもうな、なんでか言うで、今から見せるわ、ほらラムネみたいやねん、このラムネ、これな、ラムネみたいやねん。だからな、あの、ぬるま湯か水で、このコップの中にな、マウスピースを入れて、このラムネをパッて入れると、シュワーって言って洗浄されていくんやけど、この洗浄剤めっちゃ大切。で、夏みかんは、1日ごとに洗ってます。最初2日に1回洗ってたんやけど、ちょっとなんか自分の中で口臭いなと思い出して、いや、ワンチャンこれ2日に1回やからかなと思ったから、ちょっとケチらず、ケチらずいっぱい入ってるから、こんな感じでね、ほらこんな感じでもういっぱい入ってるから、もう1日に1回洗浄してるので、こういうラムネ状のやつも準備してます。で、こっからは外出するやん、外に行ったりとかするやん、でマウスピースを取ってご飯を食べて、じゃあ終わりかと思いきや、そうじゃないんよ。まずこれが絶対必要、なんでかって言ったら、マウスピースを取った後、どこに置くのって、あの机の上な、だからこのケースにこうやって中入ってんだけど、こうやって入れてここをしまいます。で、その時に一つ、もう一つ必要なんが、みんなの前でご飯5人ぐらい食べとうとするやん、で、こうやってあーか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 ーって取る子もおんねん、かー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 、今わざと飛んでかー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 、ほらわかる、かーかー、わざと取る子もおんねん、わざとじゃないから、あっかちょっとはめたんやけど、カーって取るやん、じゃあもう汚らしいやん、そういう時は、はい、これウェットティッシュ、これ洗い流せるバージョンで、ミニめっちゃちっちゃいサイズで流せんねん、だからトイレでもいいし流せるから、こういうね、ウェットティッシュみたいなちっちゃいやつを一つ持ち運んでることで、こうやって、はい、ウェットティッシュ取るやん、一枚こうやって取ったら、夏みかんはいつもこうやって、ほら、今マウスピース取ってんけど、こうやってしたらほら見えへんやん、ここにあるやろ。だからそのままここにこうやって見えないように隠して入れる。これはほんまにエチケットっていうの？エチケットとして絶対にウェットティッシュは持ってた方がいいと思う。めっちゃええやろ？ってなったら、はい、次。これはなんだ？歯ブラシ！もう夏みかんは歯磨き大好き人間です。矯正始めてからもうなおさら特に。なんでかって言ったらご飯を食べに行きました。で、マウスピース取っています。ここに入っています、マウスピース。じゃあ次、はめようと思った時に、ささっとこうトイレに行って、
トイレに行って、こう、歯ブラシをした後に、やっぱマウスピースをはめた方がいい。ささ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 ってな、ちょっと。ささって、別に歯磨き粉つけんでもいい。歯磨き粉つけれんねやったらつけたらいいけど。あ、ちょっと待って、ビリア。その先生が言っとってんけど、食べ残しがあってマウスピースをしちゃうと虫歯になりやすいんやって。だからこれはね、結構マウスピースのデメリットやと思う。だからそれを聞いてから、やっぱ虫歯になりたくないやん。なりたくないから、で、極力歯磨きができるならば、夏みかんはやるようにしてるから、歯ブラシもあるっていうのをしてます。次は、最後かな。最後はこういうね、このこれは何かって言ったら、歯の間の汚れをね、こう取るようなやつ。あの、歯が動いてきてな。夏今歯がどんどん動いてきて、歯に隙間がめっちゃできるようになってきたんよ。だから、ご飯食べに行ったりしても、ネギとかがほんまに詰まるよ、夏。ネギ大好きやから。ここに、入れとくだけでもいい。一本だけ。ここにな、こうやって入れとくだけでも十分いい。けど、夏みかんが一番まあ、おすすめっていうか、いいなと思うのはやっぱこれかな。Y 字型デジタルフロス。これフロス。フロス。これはもう糸ようじみたいな、もうこういう糸ようじ。歯磨きができないなっていう時は、夏みかんはトイレに行って、携帯をこうやって鏡代わりにして、こうやってこうやってこうやってして、よし大丈夫やなっていうので、結構行ったり乗り切ったりもしてる。マウスピースは24時間中、夏みかん22時間、できればつけてくださいねって言われてんの、先生に。もうほんまめんどくさいねん。もう夏みも正直レビューするけど、マウスピースインビザラインってほんまめんどくさい。それがデメリット、一番デメリットかもしらへん。こう手入れめっちゃしなあかん。まあ、メリットで言ったら、見えにくい、目立ちにくいっていうのもあるし、なんていうかな、付け外しができるからこそ、まあ、プリクラ撮るとか、そういう写真を撮るとき、みたいなできるのがメリットかもしらへん。まあ、夏みかんは、マウスピースをして、ほんまに良かったって思うし、まだもちろん綺麗になったわけではないねんけど、それこそ妹ちゃんにも、笑って笑顔がどんどん変わってきてると、輝いてるって言われるぐらい、なんかすごい自分でも笑顔が多くなったなって思うし、笑ってて、やっぱ歯がちょっとずつやけど、並んできてるっていうのをすごい実感するし、何がすごいかってこの上唇あるやん、この、ここの唇。前まではここでもっとやれば出っ張ってたんよ。だから、あ、なんか出っ張ってんなって、あの唇の感覚でわかんねん。でも最近はこう笑った時とかに、あ、歯が並んでるってわかる？この歯が並んでるっていうの感じんのよ。だから、すごい、楽しい。やっぱね、嫌なこともあるよ。めんどくさいことも。でもやっぱり何事も楽しまなあかんわ。嫌なことも何事も楽しみながら頑張ろうって夏みかんは思います。という感じで、夏みかんのこう強制労じゃあゲップでした。ということで、皆さん、ちょっとでも、これから始める人だったり、ちょっと今始めたてだったり、始めてる人に、参考になればいいなって思います。世の中矯正している子、綺麗な歯並び目指して頑張ろうね。ということで、今日の動画終わりたいと思います。みんなのことを大好きだからね。バイバーイ。夏みかん強制がスタートしまーす。じゃじゃじゃーん、マウスピースがあります。で、この中に入っています。なんか結婚するときみたい。結婚してくださいのやつ。うん、まあまあまあ、ワン、ツー、スリー、フォー、じゃおいよー。まあ入ってることは知っとってんけど。